ゴスリストカット事件は、おついちの小説である。本作を2冊に分けた、文庫本、ゴス夜の章、ゴス僕の章、さらに番外編が収録されている、ゴス森の夜が発売されている。ライトノベル雑誌、ザ・スニーカーに掲載されていたが、ライトノベルとして発売されず、一般小説として発売されたという変則的な敬意を持つ。第3回本格ミステリー大賞受賞作。 2007年日本とアメリカで映画化が決定。高校生の僕と森の夜は人間の持つ暗黒面に強く惹かれる。そんな二人は毎回奇妙な巡り合いで猟奇的な事件に関わっていくことになる。最近起こっている連続殺人事件に関係すると思われる手帳を拾った森の夜は僕にそれを見せる。そこには まだ見つかっていない死体の放置場所が書かれており、二人は死体を見つけ出すことにした。動物、人間の老若男女を問わず手だけを切り落とし、持ち去るという事件が起こっていた。その犯人を特定することができた。僕はある計画を実行することに、町内で犬の連続連れ去り事件が発生。僕は犯人の犯行現場を突き止める。 僕と森の夜は彼女の寝不足を治すための紐を買いに行った帰り道に彼女は寝不足の原因である過去の事件を話し出した。人を生きたまま棺に入れ埋葬することに取りつかれた男、佐伯彼は第二の犠牲者を出そうとしていた。そして森の夜の生徒手帳を持つ少女が棺に入れられる。廃病棟で起こった女性残殺事件。 その被害者の妹は、その事件の犯人だと名乗る少年から一つのカセットテープを渡される。死体の撮影をする日々を過ごしていた。私は、ある日、僕と約束をすることになる。2008年12月20日に公開された、暗黒系、記憶をベースとしたオリジナルストーリーである。CM イメージソングとして、ビジュアル系、ロックバンド D の楽曲、h a t Is Going? オンウィズ・ザ・ヒューマンが起用された、20世紀フォックスで企画中、大岩賢治によるコミカライズ作品。比較的原作に忠実であるが、リストカット事件、暗黒系、と記憶という順番で収録されており、犬は漫画化されていない。また、漫画版での記憶は記憶と声を組み合わせた展開になっている。漫画版での森の夜は主人公同様。 暗黒面を持つ以外はごく普通に暮らす少女となっている。ありがとうございます。